こんにちは。ユニオンクリップ新メンバーのステラです。イタリアで大学生をやっています。今日はこの私が住んでいる町、ビチェンツァを紹介していきたいと思います。ちなみに今私が歩いているのは、駅前にあるカンポマルツォという公園です。ビチェンツァはベネチアからだいたい1時間くらいで電車に乗って来ることができる町です。動画を通して魅力を伝えていければと思っているので、ぜひお楽しみください。コンディオ。今、ビチェンツァの街の上にある駅の裏側にモンテベリコっていう丘があるんですけど、そこにある一番上にある教会の駐車場にいます。で、こっからはビチェンツァ全体が見渡せる感じになってます。こんな感じに、ちょっと今日霧があるんですけど、夜とかもめっちゃ綺麗です。で、そう、見えるかな、これがさっきビデオで見せたパラディオの建設した建物がある広場になってます。